応援歌は、団体そのものや団体に属する人や選手を励まし、指揮をこぶ、応援する目的の歌のこと、主にスポーツの観戦、応援や劇励会等で使用される。日本国内においては、数の上で学校の応援歌が相当数なものであり、講義としては、校歌や寮歌とともに、学生歌の一部であると言えるが、それぞれの定義が曖昧であり、 応援歌なのか学生歌なのかまたは寮歌なのか区別が困難な曲も存在する。なお、受験や失恋などのような人生や日常生活上のことに関して個人を鼓舞、応援するための歌はここで言う応援歌とは区別して応援ソングと呼ばれることが多い。またサッカーの応援では応援歌の類をちゃんとと呼んでいる。もともとは、講述する大学の応援歌のように、 球団公認となっている球団歌や応援歌などを用いているのがメインであったが、現在日本プロ野球では、レギュラー選手のほとんどに選手別応援歌が存在し応援する雰囲気の向上に一役買っている。開始当初は、すでに存在する曲に別の歌詞を当てることが多かったが、現在はオリジナルの曲が多くなり、応援歌のカセットテープや CD が発売されるまでになった。 東京ヤクルトスワローズや千葉ロッテマリーンズの応援団は現在でも多くの既存の曲を応援歌として採用している。特にロッテは選手別応援歌のほとんどが既存の曲でアニメソングや民謡、邦楽、韓国音楽など様々なジャンルの曲にアレンジを加えたものが取り入れられている。ヤクルトの場合は東京温度や特定の HM がない左打者用の汎用テーマである 電電マーチなどがある。2004年には阪神タイガース施設応援団、中虎連合会が応援歌 CD の売り上げなどによって得られる著作権絡みの収入を違法に得ていた事件が発生する。元会長などによる著作権法違反事件では一部の HM がジャスラックの管理除外となったため、商用での演奏やストリーミング、ミディ配信ができなくなり、 音楽関係者に打撃を与えている。2005年以降、阪神のヒッティングマーチについては、ヒッティングマーチ管理委員会が、著作権保護を一元管理することになった。これに伴い、2005年は従来阪神タイガース、広島東洋カープ読売ジャイアンツ中日ドラゴンズの応援歌 CD を発売していた、コロンビアミュージックエンターテインメントが、応援歌 CD の発売予定を中止したが、 2006年に同社から発売権を引き上げた読売ジャイアンツが2006年度の選手別応援歌 CD を中日ドラゴンズが歴代の球団歌を集めた CD を発売した。2008年には中日ドラゴンズ応援団で最大規模の全国流神連合の特別応援許可が不許可となった。演奏には一般的にトランペットの1番 B 缶が多く使用され、 そのため今日のプロ野球の応援歌で一番多い、音会長は変路町長となっている。かつてはトランペットの他にトロンボーンも使用されていたが、2000年頃からほとんど使用されなくなった。J リーグの場合、クラブ公認の応援歌とサポーターによる応援歌の2つのタイプがある。前者はオリジナル曲をクラブに、ゆかりのある著名なミュージシャンが制作する場合が多い。 校舎は選手や状況によって様々な応援歌が存在するが FC 東京の東京ブギウギのように既存の楽曲を使用するケースが目立つ選手応援歌は替え歌が多い J-POP の場合どこからが応援歌か否かという定義は明確に話されていない歌詞と全く無関係なのに応援歌として使われることも多々ある例としては 1996年にデビューしたスピードの楽曲が学校で起用されるなどといったことがあった。これはスピードのメンバーと同世代で絶大な人気を誇っていたので、それに便乗して運動会や体育祭以外でも頻繁に使われることがあった。また最近ではスマップやビーズがテレビ朝日のスポーツ番組の主題歌を使用しており、その曲が 応援歌として扱われることも多くある。変わったところでは、日本テレビの番組である24時間テレビのチャリティマラソンではランナーを元気づけるため、たくさんの応援歌が流れる。近年で頻繁に流れる曲として、ザード、負けないで、爆風スランプ、ランナー、大事、マンブラザーズバンド、それが、大事、スマップ、世界に一つだけの花、岡村孝子、夢を諦めないでなどがある。 大学でも学科や校科以外に応援科、マーチが存在する。プロ野球や他のスポーツの応援で多用されるものには、既存曲の替え歌が多いが、大学の応援歌は、独創的なものがほとんどで、古い大学の応援歌、寮歌、学生歌などは中学校や高校が、付属校、系列校に限らず、歌詞を事項用に変えて応援歌に用いているものも多い。 応援歌の指導を行う山田工作通常は歌詞付きを前提にしたもの。歌名として固有の独創的な曲名が付けられているものの他にも、単に応援歌もしくは第一応援歌などとなっているものもある。数としては校舎の方が多い。また、既存曲を流用した替え歌的なものも存在する。講義では応援歌に含まれるが、 主に歌詞がないインストロメンタルな楽器演奏のみの場合や若干のコールのみの曲を示す。誕生した当初はもっぱらマーチと呼んでいたが、純音楽用語としての本来的なマーチとは運用が異なることから後年はチャンステーマと呼ぶ例も多くなってきている。近年では複数のマーチやファンファーレを連続的に演奏する傾向が強まっており、それをチャンスパターンと呼んでいる。 基本的には、ブラスバンドによる演奏の下で行われ、応援者が歌詞を交えて、コールを行う例も多い。これを指揮するのは、一般的には応援団内のリーダーと呼ばれる団員が行う場合が基本型で、そのような場合は、団の幹部が務めるのが通例となる。単独、または複数人による振りを演じ、形には、各団ごとに独自の思考を凝らしている。 空手の政権好きを取り入れているものが多く、習得するために団員を空手部に修行に出すところもある。現在プロ野球の応援でよく見られる打者ごとに演奏曲が変わるヒッティングマーチ形式の応援も、もともとは大学野球、特に東京六大学野球の応援で最初に野球応援に導入されたマーチ応援が起源で、それが流行して徐々に広まっていって、 現在の形になったものである。大学野球などでは、一般的には、選手個人を応援するのではなく、学校、チームの応援、母校の代表の応援であるとの解釈から、マーチ等はその学校独自のものを作って演奏する。一方プロ野球などは、マーチ応援導入初期の頃は、大学野球応援の模倣であったが、次第にエンターテインメントとしての楽しみ方、 盛り上げ手法の一つとしての応援という風潮が強まっていき、応援参加者に飽きさせないためのバラエティ面からの必要性と、日本国内のアマチュア野球に多く見られるチーム主体の文化とは異なったチームは、この集まりと捉える傾向の違いにより、現在のような選手個人ごとに応援する形式に定着していった。なお、歴史が浅い大学の応援部、応援団や、 大学自体の歴史にかかわらず、団体としての設立が浅い応援部、応援団では、逆輸入的に、プロ野球や高校野球の応援を模倣して、ヒッティングマーチ形式の応援を取り入れているパターンも、多く見られる。ヒッティングマーチ形式の応援は、既存曲の流用がやりやすいため、演奏の構成や準備が容易であることと、全く知らない参加者にも、 容易に受け入れやすいというメリットがある一方で、チームとしての独自性は発揮、維持しにくい。以下は、当該大学のオリジナルマーチ一覧。新生大学認定時に、旧生高等学校などから昇格した大学、それらを吸収、併合した大学の多くは、旧生時代の寮家をそのまま継承しているところが、ほとんどで、それらの寮家も応援家として愛用しているところが、多い。 効果を応援歌として使用する場合もある。その場合も、1、そのまま歌う、二アップテンポにアレンジ、3、完全にマーチとしてアレンジして、マーチング効果として演奏するなど、応用例がいくつかある。基本的には、大学に準じた状況となっているが、大学よりはオリジナル度は低く、有名な応援歌や、良歌などをそのまま拝借している場合や、 プロ野球応援を模倣する例も多い。これらの学校の場合、多くは吹奏楽部を持っていることから、応援における演奏は吹奏楽部が担当するのが通例となっており、プロ野球のようにトランペット単独の応援スタイルを取るケースは極めて稀なケースになる。なお、プロ野球などの応援によく見られる相手チームの攻撃がアウトになった時に、 当該選手を茶化かすような演奏や声援なども以前はよく行われていたが、教育的観点から好ましくないという理由で、高野連が規制、指導したことから、現在は習慣的に行われていない。日本の高校野球などで行われるマーチ、応援自体は、必ずしも全てがプロ野球応援の模倣ではないが、打者ごとに演奏される曲が変わる、ヒッティングマーチ形式の応援は、 プロ野球応援からの電波、模倣である。近年では、高校でも、大学ばりに応援用のオリジナルのマーチを作曲する、スポーツ競合校なども現れている。朝日新聞が2008年の、第90回全国高等学校野球選手権、記念大会全国大会に出場した代表55校を、調査したところ、応援歌として、以下のような楽曲が採用されていたという。 アフリカンシンフォニーから1987年に、市弁学園和歌山高等学校が、第69回全国高等学校野球選手権、大会に初出場した際、同校吹奏楽部顧問の吉本英二がアレンジして、採用したのが始まり。ファンファーレ別名、天理ヒット。天理高等学校吹奏楽部 OB による編曲。リチャード・ボールズ、マクシン・カッキー上曲が原曲。 狙い撃ちサウスポークレナイルパン三世のテーマドカーン、タッチ、アニメ、タッチの主題歌、ポパイ・ザ・ゼーラーマン、マイナスアニメ、ポパイの主題歌また、テレビ朝日のバラエティ番組、アメトーーク、が2017年の第99回全国高等学校野球選手権大会について調べた応援歌の人気曲は以下の通りであったという。アフリカンシンフォニーサンバデジャネーロウィー、 ウィルロックユーエル・クンバンチェロラファエルエルナンです。作曲サウスポールパン3世のテーマ。くれないショータイムシー。オフ SG ラッシュ優勝戦。パチスロモンキーターン BGM。千葉ロッテマリーンズのチャンステーマ3。オリジナルマーチ一覧。歴史的に意義がある場合を除き、オリジナル曲の要覧という観点から、既存曲を流用したものは、最初の採用項であっても対象外とする。ありがとうございます。